こんにちは、グッピーこずえです。なんと6部屋目最後の DIY 部屋が完成しました。ということで今から最後のお部屋見ていただきたいと思います。まずこんな感じで玄関に入ってきて、ここはねあんまり変わってないんですよね。でこことこの間作ったこのマスキングテープ壁、そしてこれが妹と作ったアロハマステ壁です。このフラミンゴ、妹がねめっちゃ時間かかってたんですよね。なんかこうでもないこうでもないとか言いながら作ったやつで、このなんかアロハっぽい木は私が作ったんですけど、比較的早くできましたね。はい、天才です。ちょっと最後なんでかぶってます。いろんなアロハ柄のマステでアロハって書いてます。そしてこう切ったや、こう切ったらこの間作ったガールズクローゼットがあります。イエーイ。で出て左の部屋、これねなんかもともといい感じの和室だったんで、ここはいじってなくて、でこんな感じで襖を貼ってみました。ちょっとねアクセントでここだけ白にしてみました。なんかこっちもしようかなと思ったけど、こっちをしたらちょっとわざとらしいかなと思ってここだけやりました。トイレです。こっち100均グッズを使ったフレンチポップトイレです。イエー。これはね結構なんかすっごい簡単で可愛い壁にできるんやなって、ちょっと自分でもちょっと嬉しいです。はい、こんな感じでめっちゃ可愛くできて、いつもねなんか100均のマステとかで可愛くなってます。さあ、そして外に出て、こっちがダイニングですね。キッチンカウンターめっちゃ簡単なやつ手作りしました。これ本当に簡単にできるので、今度ね、なんか妹にも作ってって言われました。こういう感じでお空のカーテンをしてみました。でこっちの部屋もやっぱなんかねおしゃれな和室なんで、あんまいじらん方がいいかなと思って、こちらはですねババーン、なんと自分で竹を描きました。履いてる時はイケてるみたいな感じやったんやけど、まあ、出来上がってここにつけてみたらめっちゃええやんみたいな感じで、はい、ちょっと気に入ってます。という感じで6部屋目最終部屋 DIY ルームツアーでした。ほんま1年前はめっちゃ初心者やったんですけど、やっぱやっていくうちにすごい楽しいなと思ったので、これからも機会があれば DIY の動画も配信していきたいなと。ちょっといいや中山さつき台ちょっと見てみたいなと思った方は、土日祝の朝10時から5時まで中山さつき台団地現地案内所にてモデルルーム公開中です。ぜひぜひ皆さんお越し